大家好，我是 Tim， 我们今天继续来玩《圣兽之王》。好，地震哈，真的很大，所以希望大家都平安了。然后我们家没什么事了，但毕竟是台北嘛，但是那个有一些东西有倒了或者是掉了，然后导致这个一些什么玻璃啊碎了什么。所以这几天都在帮忙家里整理这些东西，所以就比较就没空录。另一方面其实也是因为我那个龙族教义二，其实我本来就还录了两三集在那边，我看实在是没有人看，我也是有一点没有更新的动力。可是没有办法，因为龙族教义二说呢，他因为演出剧情演出实在太差了，虽然说他的剧情其实没有到真的很烂，但那个演出说呢太老了，太风格太旧了。现在看习惯那种欧美大厂，还有一些不错的日常的这 日系厂商的这个动作捕捉的这种演出的部分啊，它不是没有，可是它实在太少了，几乎是可能只有5到6段而已，因为基本上就是那几个，譬如说什么登基仪式的那种的，他那是真的那几个场景有动作捕捉，可是那其实也就个1分钟而已，就怎么说呢？他有点就是以他的售价来讲，他的这个内容有点匮乏，所以怎么说呢？就这样吧，日常反正现在日本整个通膨，日币贬值，对，通膨，对不对？现在东西就是它售价更高，但是内容更少，就有点过分了。一般来讲，你是两个选一个嘛，两个一起来有点过分。不过对我来讲，纯粹就是录的话是还好，玩起来还是不错玩的，打怪还是蛮有乐趣的。毕竟我个人不玩魂系游戏哈，因为魂系游戏门槛还是太高了。像卡普空这种龙族教义二的门槛，我觉得就蛮适合我。好，不管怎么说，回到圣兽之王啊，最近真的是没有空录圣兽之王，所以又被我拖了这么久。然后呢，我们这边有一个城塞都市我已经解掉了，就没什么剧情，就是又多了一个骑士而已了。对，我们就先把这个教会的守护者解了，然后这边追忆之花好像这个我们史嘉蕾女主角这边有触发个对话，所以不晓得是不是主线的，因为这个位置看起来很像是主线，比较靠近核心的地方，所以不晓得这个教会这边的这个地图是不是非常的短，但这个地图的大小也觉得是剧情不长。不过他的问题就是他的战斗地图很大，所以他打一关真的要1个多小时以上，所以就有可能他就是变相是这样子反过来。我现在最不习惯的是我龙族教育要玩久了，这个插件是同意，然后圈是取消，然后但是一般游戏逻辑是反过来的，对，我现在就有点不习惯。这边过不去，你看这边这个场景，这边其实超大一块，感觉整个都是战场，这一关应该就可以打1个多小时，包含打完之后准备啦或什么的。好吧，就这样吧，直接开打。
五个据点都要打下来，这么硬。ご用命でしょうか。哇塞，他这一队打得赢谁啊？好尴尬啊，他这一队我派哪都不对啊。ええ、承知しました。ご采配を。向かいます。出撃するぞ。さあ行くか。任せておけ。行きます。どこへでもひとっ飛びですよ。はい。よし、行こう。さて、向かおう。换这个，把一些队长换成重装好了，这边太多资源射击。出撃します。ご指示を。進軍します。この場から退去だ。好きにはさせない。機を逃すな。えい、行くぞ。我在想这快转，快转好，快转的话我打不太晚。元気になって。イカズチよ、癒しの力よ。これでどう？このまま行こう。勝利を積み重ねよう。其实我们这个等级已经有点碾压。どう出るべきか。行くぞ。来い。支援射击，该死。88，不晓得会不会被打死一个。比如说艾尔德林格。是你有什么问题？你不补后排？指示を頼む。ひとっ飛びだ。どう出るべきか考えるんだ。よし、我こそは堅牢なる盾。出ます。出撃します。どこへ参りましょう。さあ来い。さあ行こう。無理はしないで。畳みかける。一息ついて。見せてやろう。押し通す。元気になって。しくしょう。
調子だ。よし。さて、向かおう。必要な時に使おう。いいものを手に入れた。白き翼の誇りにかけて。来看一下这个天使攻守这一队。今度こそ守りきってみせます。こっちだ。はあ、戦う。小賢しい追い風を吹かせるわ。そう。やっちまいな。行きます。またまた。还蛮 OP 的，真的。ご用命でしょうか。ご指示を。ご采配を。ええ、承知しました。ここだな。ここが目的地だな。容赦しません。精霊よ。腕が鳴るわね。精霊よ。冷たい。鍛錬の成果が出ました。撃破しました。お任せください。向かいます。私が行こう。任せておけ。出撃するぞ。迅速に行動しよう。ああ。取りましたよ。どこへでもひとっ飛びですよ。あ、我的类比又一直在飘。はい。我的 PS5 手把类比也在飘，然后这个 Switch 手把也在飘，怎么每个的类比都那么烂？どう出るべきか。よし。覚悟する。どこまでやれる。こいつは痛いよ。精霊よ、力を貸して。力を高めます。回復させてもらうよ。こいつは痛い。任せてください。相手にならんな。の結果だ。他妈神圣治疗。さあ行くか。負けられません。守りを固めろ。お願い。お見通し。続けていきましょう。そうはいくか。はい、かかったわね。させるか。守りは任せろ。来やがれ。援護するぞ。終幕だ。
お返しよ。させるか。やらせねえ。うっさん、おざかしい。君来たら来い。援護するぜ。竟然打不死他，好扯！了解しました。気を引き締めていくぞ。任せておけ。この地は抑えました。我が槍の錆となれ。はい。続くぞ。それ耐えてみせる。負けません。悪いものは消す。勝てましたな。悪くない気分だよ。まだまだ精進せねばなり。もう悪くはないかしら。守り抜きましたぞ。どう出るべきか承知しました。出撃するぞ。俺に任せておけ。目標はそこだな。精一杯頑張ります。そうはいくか。気を張れ。逃しはしない。出たぞ。これは頼むよ。させるか。ほらほらほら、ねじ伏せてやる。期待してるわ。させねえよ。守る。割り込みます。こんなのはどうだ。体に刻め。立ちはだかるなら投げ払うまで。先手を打つわ。見とけよ。受けてください。これからよ。決めてやる。ねじ伏せてやる。一網打尽よ。これやってやるよ。続きます。しかし こちらの勝ちです。お力になります。打掉了那堆是增援。かかってきなさい。さあ始めましょう。とどめよ。温まってきたかしら。これもそうか。逃げ場はないわ。68%、三个都miss。で行きましょう。甘く見ないでくださいね。お任せください。了解です。俺が相手だ。傷つけさせないわ。先手を打つ。それ、行っておいで。ここで決める。共に戦い抜くのだ。食らうがいい。これでどう。元気になって。这个关卡比我想象中的还没有剧情，真的就是跟个区域解放任务没什么两样，只是为了拿这个天使工兵而已。さて、行くぞ。さあ来い。さあ行こう。無理はしないで。はい、つくばの、ほら。心配無用だ。動くな。行くぞ。暴れない。私も行こう。
どけ！ふざけ！こいつはどうだ？元気になって！まだよ！邪魔するよ！どりゃ！おとなしく！ここで決める！切り捨てる！これでどう？癒しの力よ！いい調子だ！また一歩進めたな！執念が私を強くさせる。まだ成長できるもんだね。この力、ロザリンデ様のために。よし、考えるんだ。よし、ここはいただきます。ここは抑えた。さて、行くぞ。どこへでもひとっ飛びですよ。着きましたよ。あ、放龙卷风，把他们血扣一扣。どこへ参りましょう。わかりました。一月にしてやろう。行くぜ。ひりきになってる。来やがれ。ここは俺。攻撃よ。これはかかったね。守る。俺が相手だ。力。お返しよ。反撃よ。任せろ。受けなさい。守りは任せろ。させいね。哇，这一队真的是硬。刚好我没有什么魔法，没有什么魔法伤害，没办法。おまけろ。みんな耐えろ。回復します。勝利。納得いく式を頼むぞ。噛み砕いてやる。あ、好，派他们，太好了。平凡だよ。お見通し。ふざけんな。逃がさね。うらうら。行くぜ。まとめて振り。こんなものか。さあどうする。迅速に行動しよう。いい指示だ。いいものを入手した。この翼があればどこへでも駆け抜けましょう。相手になろう。我靠，残血。お守りください。寝てろ。聞かねえぜ。どうぞ、行きます。なんだと。これを皆に癒しを。開ける気がしないな。まあこんなところだろう。より戦いに貢献できそうだ。この調子で行こう。私が行こう。刚好可以回耐力，好像不在这边呢。啊，你看我现在的泪底只要往下，然后它就会这样慢慢飘，太扯了。了解。お手伝いしますよ。这一堆什么都打不死对面。
納得いく式を頼むぞ。ああ。負けられません。え、怎么现在要打的死？誰も死なせ。頑張って。おとなしくしなさい。見切れる。はい、援護します。静かにして。はあ、こんなのはどうだ。終わりだ。これならどう。为什么没有触发重整术？この一撃。やるな。はい。そうはいくか。不是设了什么条件？させれよ。对啊，我没有这个啊，没有设什么条件，他怎么没触发？甚至排在快速治疗前面。哎，这到底？俺に任せておけ。さあどうする？ああ。さあ行くか。任せておけ。私が相手ですか？守りを固めろ。かかってこい。これで大丈夫。お願い。对啊，他这个就成功触发重整了。逃しはしない。終幕だ。这个，哎呀，那个没有办法。縛る。没有办法解重整术，不能触发，是不是？看，难怪那么强。させれよ。はい。そうはいくか。受けろ。ひざまずけ。うそうです。ラエ。見てなさい。任せよ。おのれ。許します。切り刻む。やめろ。さすが。行くぞ。体に刻め。これも食らえ。そこだ。迅速に行動しよう。いい指示だ。出陣いたします。お望みのままにいたしますわ。向かいます。お任せください。向かいます。覚悟しろ。せいぜい決まってろ。お任せを。こいつは痛いよ。敵を打ち倒す力。まだ終われない。無駄だぜ。回復させてもらうよ。行きますよ。無理は禁物ですよ。持ちこたえてくれ。身の程を知れ。一歩ずつ前に進みましょう。これ以上は飛べんな。指示を頼む。对，我可以吸耐力。さあ行くか。なかなかいいものだ。どこへでもひとっ飛びですよ。了解です。私が行こう。
了解。相手になろう。悪あがきを残らず始末してくれる。楽しませてくれよ。どうぞ。寝てろ。くたばんじゃないよ。これで精霊の力よ。まだ終われないから。これでどうだ。みんな耐えて。悪くない。これを回復しよう。回復よ。これでも食らいだ。ダメ。相手にならんな。私の勝ちだ。列兵大剑，好像还好，我已经有。負けられません。好残血，太可惜了。誰も知らせ。ほらほら。难怪人家都说来这边就全部要换什么炎翼黑暗的装备，其实真的蛮拖台前的。先倒了。这两个距离刚好。どう出るべきか。向かおう。この場所だな。癒し手が必要ですか。やってやるぞ。前線へ向かおう。目標はそこだな。ここだな。俺に任せておけ。さあ行くか。ひとっ飛びだ。さて、よし。树林里面应该是有伏兵的。彼より役に立ってみせますわ。仰せのままに。わ、私が相手ですか？あ、直接跳过了。行ってきます。容赦しません。こちらの勝ちです。お力になります。向かいます。前線へ向かおう。いいだろう。制圧したぞ。お邪魔しますね。待機します。考えるんだ。向かおう。俺が相手だ。いけません。好きにはさせない。勝てるでしょうか。俺が相手だ。只有这两队。機を逃した。敌人跑过来太快，不然这一队我想留给莫妮卡。元気になって。癒しの力よ。これでどう？よし、勝利を積み重ねよう。ご用命でしょうか。ええ、承知しました。制圧完了です。ひと月にしてやろう。俺が相手になろう。来い。決めてやる。
壁を見せてやりな。固める。癒しろ。それまだまだ青いな。これで少しは強くなったか。他是不是有更新啊？我们在本大本营的这个，他会强迫支援回复，像之前的机制不是这样子。俺に任せておけ。目標はそこだな。ご命令を、王子様。あちらですわね。前線へ向かおう。いいだろう。我こそは堅牢なる盾。那就去下面好了，看下森林里面到底有没有东西。どう出るべきか。これはありがたい。考えるんだ。行くぞ。誰に盾ついてるとお思いですか。過去の光よ。頑張って。倒しません。やったな。もう一発だ。決めてやる。行け。縮小。覚悟しろ。無事か。行くぞ。癒しの力よ。勝利を我が手に。どうさもなかったわ。彼より役に立ってみせますわ。俺に任せておけ。ああ。次はどうすべきか。戦況を見て行動だ。お望みのままにいたしますわ。さて。奮い立つな。好吧，这关就这样打完。噛み砕いて。まだいけるよな。はい。任せたよ。やら。俺に任しとけ。まとめて振った。見とけよ。決めてやる。獅子の力。俺は負け。この力で皆を守る。我看只加血。獅子奮陣。这也是哇，这两个卧龙凤雏的，你加属性加那么烂。嘿，任せとけって。もっと強くなっちまったな。誰にも負けん。スカーレット様、解放軍のおかげで皆を守ることができました。ありがとうございます。レーニス、スカーレット様はご立派になられました。私がアルビオンを離れる日、使命もよくわからなくて泣いていやがったわね。あの時一緒になってあなたも泣いてくれたことを覚えているわ。やはりおそばにいるべきだったと随分悩みました。怖い思いはしていないか、寂しい思いはしていないかと。でも島での経験があったからこんなにたくましくなれたのよ。本当に大きくなられた。いいところを見逃したわね、レーニス。スカーレット様、もうおそばを離れません。私も解放軍に加えていただけるようアレイン様にお話しします。ここを離れてもいいの？はい、教会の者も解放軍に協力したいとのことでしたから。よかった。
それなら一緒に行きましょう。不是吧，就送个磨铁剑，铁剑到处都有啊。好吧，看起来给的东西好像是一样的。这边蛮有意思的，明明都是山城，可是它却明明有平地，可是它全部都盖山城，全部都盖在这个山坡上或山上，他们风格就这样。どうもどうも、ゆっくりご覧になってください。这个消灭者他还挺强的，是不是有一把、欸、对，我已经有一把了、必中暴击，等一下啊，ありがとうございます。何？この弓で皆を守りましょう。ありがとうございます。何かを。守備ならお任せよ。跟着城镇就这几个吗？还真的是，因为这边我好像复兴还没办法到三等，我缺这个三阳武。那我也不想改配置了，就直接这个来这边触发任务吧。
まさかとは思ったのですが、本当にあなたなのですね。知り合いか？彼女はウメルス、私の幼なじみよ。あなたはアレイン様ですか？アレインのことを知っているの？解放軍の噂は聞いておりましたので。まさかスカーレットも？そうよ、私も解放軍に参加しているわ。あなたは子供の頃に憧れていた騎士になれたのね。ええ、昔そんな話もしていましたね。あの頃が懐かしいわ。よく暗くなるまで遊びましたよね。あの花園、さっきその話をしていたのよ。まだ残っているの？はい、ちょうど綺麗な花がたくさん咲いています。二人で見に行きませんか？まだ残っているのね、よかった。アレインにも見せたいわ。みんなで行きましょう。给我羊奶啊，我要羊奶。哎，可以直接过来啊，这么好。对不起啦，我们只是利用你开门而已。就是组成的。到底要怎么取得啊？全部都是解放战，一点剧情都没有。教皇国也太混了。照来讲，这边不是应该是有一个重要的剧情？翻过去了。要说这边真的挺有宗教气息。应该就是跟这个艾尔海姆，对，艾尔海姆的登陆点在这。那没错。又是解放战，哎，另外一个主线在那边。好，我们现在先赶快回去吧。我们已经发把我们的 S 玩伴晾太久了。这是墓地。
変わってないわ、綺麗。それにいい匂い。ああ、綺麗だな。パレビアでは見たことのない花だ。ここで花冠や首飾りを作ってよく遊んだのよ。フメルス、覚えてる？あなたが押し花を。動かないで。どういうつもりだ？スカーレットを引き渡してください。フメルス。スカーレット、ここを離れよう。哎呀，竟然是叛徒啊。まさか手ぶらで帰ってくるとは。とてもじゃないが誠意ある行動とは思えんな。残念だが約束の件は保護とさせていただこう。お待ちください。スカーレット、確かに反乱軍と共にいました。挟み撃ちで奴らを倒せば彼女も捕縛できます。そのために我々も出張れというのだな。どうかお願いします。そして挽回の機会を。まあよかろう。あの娘は今後の支配に欠かせぬ。だが次はないぞ。約束の取引はそれからだ。承知しました。必ずや捕らえてみせます。行きましょう。私たちも持ち場へ。这个地图好像跟之前差不多，哎，也是挺大的，跟上一关差不多。啊，上一关我们好像才打半个小时，这关我看应该是四五十分钟。上一场好像这一队完全没出场。让他们先首发一下。出陣いたします。曼德兰换成那个雷尼斯看看好了，看这样伤害会不会不够。BP 加一，暴击率减20。好，一 PP 应该无所谓吧。对，刚好王宫没人用，给他用好。哦，对哦，我打了这个，我还没想好给谁用。
哎、欸，太好了，有苍金石，那就简单了。他就不用，因为他本身就有这个幽暗回复了，就可以再带一个。哦，现在我有两个飞金石，两个飞金石会不会太过分？用抓再装一个飞金石加苍金石，这样会不会太过分？把亮子也是亮子，先给他好了。可惜他这个伤害就不是太高，80跟80。好吧，先这样吧。来换队长。力をお貸ししましょう。出撃します。この翼があればどこへ向かいます。俺の出番だな。完了，这队完全被压，被碾压。承知しました。ご命令を。王子様、仰せのままに。やってやるぜ。わかった。思い知らせてたし。俺が誰に盾ついてるとお思いですか。守ってみせよう。いや、終わっちゃいねえよ。まとめて。やっちゃって。仕方ねえな。許さない。啊，我就倒了一个。今行くぞ。ついてこられるか。傷を癒します。これも。当然の結果。いいのではなくて。この力はロザリンデ様のために。彼より役に立ってみせますわ。わ？我こそは堅牢なる盾。進軍します。俺の出番だな。我不应该选这些不是很强，完全打不赢敌人，因为有点被针对到。お望みのままにいたしますわ。こちらですわね。到着。寸分たがわず射抜きます。見てなさい。頼んだよ。光よ。光の刃。はっ。これでどう？力を奪います。引くわけにはいかん。見せてやりな。駆け抜けましょう。白き翼の誇りにかけて。この子も喜んでくれて。私の力、あなたの助けとなりますように。ええ、承知しました。思い知らせて。矢の雨を降らせましょう。这资源设计还打得死敌，这什么逻辑？大丈夫。まだ
あるぜ。哎，我靠！哦，莫妮卡竟然被砍死！撃破したわ。ご命令を、王子様、向かいます。不行了，该把一线，该把一线部队派出来，受不了。任せておけ。この地は抑えました。我が槍の腕が鳴るぜ。疾風のごとく。どうぞ。お守りします。圧を高めよ。はっ。勝機。これを。ここへよ。追撃する。あったまってきたね。俺たちならやれ、突き抜け。はっ。くそが。見とけよ、もう。それ。追撃だ。見とけよ、もう。わ、ティアボタン。なんやら。回復します。逃さねえぞ、こんにゃら。よっしゃ、さらなる力が。この調子で行こうぜ。あ、今天开始有战损了呢。ご指示を。出ます。行きます。お任せください。了解です。ここは解放軍のものです。私の前に立つなんて、向こう見せなかった。加護の光よ。終わっちゃいねえよ。まとめる。さあ行くぞ。回復だ。天産の賜物だ。へえ、いい感じじゃん。彼より役に立ってみせますわ、仰せのままに。決して通さぬぞ。俺が来い。精霊よ、立ってられるか。お任せを。見切れるかしら。傷を癒します。舐めるなよ、頼んだ。一点集中、決めなさい。行きますよ。チャージ。精霊よ、力を貸して。回復させてもらうよ。任せてください。負ける気がしないな。当然の結果だ。我が槍の錆となれ。せい、これだ。楽にはしなくない。辛いぜ。ここか。行け。触れさせません。返した。やってくれたな。受けてみな。雷を。無駄無駄。もう一撃。私が立てましたな。反撃だ。これを。一歩も引かん。お守りします。お前だ。はあ。観念しな。これで。はあ。すごい。いい戦いでした。このまま前進いたしましょう。やってやるぜ。
あいよ、俺の出番だな。わかった。どう出るべきか、進軍します。次のご指示をなさって。お望みのままにいたしますわ。あ、这个城墙还用撞的。城门剑，那我们还要去撞这个门？哇靠！那我们最好的方式是这个飞行部队绕过去把门撞开。向かいます。どこへでもひとっ飛びですよ。はい。私が行こう。了解。よし、行こう。どう出るべきか。よし。制圧完了。思い知らせて差し上げますわ。しっかりしな。やったな。これで大丈夫。仕方ねえな。しっかりしな。決めてやる。いけ。いけ。援護します。お返しするよ。この程度ですか。この程度？かわいいものね。ご命令を、王子様。彼より役に立ってみせますわ。ご命令を。あちらですわね。到着しましたわ。おお、これは。出撃します。お手伝いしますよ。了解しました。私の前に立つなんて向こう見ずな方。过了71点该不会死了一个吧。哇靠。守ってみせよう。やってやんな。支払う。相手になるわ。見てなさい。やっちゃって。仕方ねえな。許さない。ついてこられるか。いつでも来なさい。次で決める。力を。力をお貸しください。ついてこれ。哎真的耶。好、哦、他有避重。これを回復だ。我不是都放闪躲了然后他三下全中。四门是有避重。お望みのままにいたしますわ。恩義に向かいます。我こそは堅牢なる盾。出ます。到着した。ご命令を仰せのままに。考えるんだ。向かおう。次のご指示をなさって。ここ。狙われているようだぞ。到着です。お任せください。了解です。目標地点です。精一杯頑張ります。気を張れ。頑張って。逃してはしない。終幕だ。あ、差一点。続けていきましょう。こんなのはどうだ。こんなとこで。東郷させねえよ。回復するわ。期待してるぜ。ミキエル、逃げろ。こんなのはどうだ。
どこへでもひとっ飛びですよ。はい、お望みのままにいたしますわ。向かいます。どう出るべきか。行くぞ。この翼があればどこへでも駆け抜けましょう。かかってきなさい。 AI 其实也蛮都抢到那个冲车了，然后他还抢他的，他没有变更优先极限，把我那个冲车打掉。我就这样，就这样了。やりましたよ。甘く見ないでくださいね。お任せください。向かいます。この場からた、ここが目的地だな。哎呦，这个就不错，这个就有来，欧司机又来想投我。物拾いなんてはしたないですけれど。好きにはさせない。先手を打つ。えい。私が相手だよ。行くぞ。追撃する。守ってみせる。お返しだ。見せてやろう。お見通しを。邪魔するな。はい。させるか。よっ。お見通しを。やらせるか。ここは俺が。すぐに回復するわ。なって。このまま行こう。やったぞ。考えるんだ。よし、俺が相手だ。さあ行こう。無理はしないで、分けてあげるわ。倒れやしねえぜ。切り捨てる。援護するぜ。私が。反撃だぜ。使命を果たすぞ。行きなさい。お見通しだぜ。ふざけんな。反撃だ。守ってみせる。かかったな。来いよ。お見通り。暗いわ。逃しはしない。ふざけんな。嫌がれ。ねじ伏せてやる。終わりだ。私の力よ。いい調子だ。よし、思い知らせて差し上げますわ。これで大丈夫。まだあるぜ。くそ、まとめて吹っ飛ぶ。覚悟しろ。縮小。勝利を我が手に。哎，有几只差点升级了。可愛いものね。ご命令を仰せのままに。さあ行くか。私が行こう。ひとっ飛びだ。ご用命でしょうか。ええ、承知しました。さあてと。はいよ。癒し手が必要ですか。行ってきます。こちらは制圧いたしました。やってやるぜ。彼より役に立ってみせますわ。向かいます。誰に盾ついてるとお思いですか。守ってみせよう。もう一発だ。行け。無理すんなよ。癒しの力よ。この程度ですか。俺はまだ強くなれる。哎，有一队好像被我忘记了，跑去降雨的那一队。靠腰嘞。どう出るべきか。我こそは堅牢なる盾。
承知しました。ご指示を。進軍します。どう出るべきか向かを考えるんだ。行くぞ。到着した。さてよし。狙われているようだぞ。全力で応えよう。負けられません。俺が相手だ。回復ならお任せください。不行，这个回复就代表有人死了，应该是吉尔伯特挂了。他怎么一定又是被那个长矛兵他妈的突到后面去？精一杯頑張ります。腕が鳴るぜ。私が相手ですか？守りを固めろ。お願い。逃しはしない。ああ、これはうちから。こんなのはどうだ。体に刻め。終わりだ。うらうら。回復します。させるか。ひと休みだ。期待してるぜ。いくぞ。終末だ。次はどうすべきか。容赦しません。さあ、とどめよ。これからよ。冷たい。しのいでみせよ。お返しだ。と、そう。一網打尽よ。これも続きます。この調子で行きましょう。撃破しました。お力になります。はい、ご命令を王子様。あちらですわね。さてと、ご采配を。指示を頼む。了解。かかってきなさい。温まってきたかしら。これ逃げ場はないわ。冷たい。クソが。鍛錬の成果が出ましたね。こちらの勝ちです。あ、来看对方。どう出るべきか。向かおう。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。好きにはさせない。反乱軍、本来あなた方と戦う理由はありませんが、これも約束のためです。スカーレットを渡してもらいますよ。待って、ウメルス、話を聞いて。すみません、どうしても戦わねばならないのです。先手を打つ。えい、魔力を乗せるよ。俺が相手だ。で決める。こっちは俺が相手だ。共に戦い抜くのだ。分けてあげるわ。こっちだ。
無駄です。これでどう？やったぞ。さて、行くぞ。制圧した。負けられません。援護いたします。俺が相手だ。矢の雨を降らせましょう。援護しますね。腕が鳴るぜ。こいつは任せろ。回復ならお任せ。援護いたします。おっと、速攻だ。お任せを。すぐに治療を。勝利を意識しろ。今だ。私も行く。これを。おお、消去。分かった。手加減しないよ。見せてやるよ。任せろ。追い打ち。させるか。沈むか。耐えられるかい。意志を強く持て。どうだ。この調子でいこうぜ。能力の向上を感じます。勝ったぜ。やってやるぜ。わかった。この翼があればどっか駆け抜けましょう。どこへ参りましょう。癒し手が必要ですか。了解しました。まあ便利そうですね。到着だ。着きましたよ。腕が鳴るぜ。这边打完，然后再用那个露营，再把白人的血挥回来了。俺の出番だな。任せろ。寸分たがわず射抜きます。光の刃、追い風を吹かせるわ。お返しだ。かかったな。やらせるか。かかったな。自力になって力を奪う。追撃。防いでみせる。癒しを。行くわよ。さらなる苦痛。気引き締めろよ。どうでしょう。この指とともに風穴が開きましたね。
ご用命です。ええ、ご采配を。やってやるぜ。あいよ。ついたぞ。さあ行くか。指示を頼む。ひとっ飛びだ。どこへ参りましょう。わかりました。この翼があれば向かいます。俺の出番だな。任せろ。どう出るべきか。我想主角跟他还没有特殊对话，再过来一下。よし。哦，有个快。次はどうする？制圧完了です。目標地点です。負けられません。誰も知らせ。次の指示を。お力になります。ご采配を。これはありがたい。但是因为要打到晚上了。考えるんだ。行くぞ。俺が相手だ。ほう、あの包囲網からここまで押し返せるとはな。少々貴様らの力を甘く見ていたようだ。そちらから出向くとはこいつも。さあ、共に来てもらおうか、娘よ。ついていくつもりはないわ。ウメレスに何をしたのか話して。お前は、もしやコルニアの。お前の母は、皇帝とは違い、一国を束ねる力すらなかった。無力な女王が命がけで守ったお前に、どれほどの価値があるのか見てやろう。機を逃すな。去れ。集中するんだ。私も行こう。体が来なさい。まだやる。使命を果たすぞ。おまじないだよ。邪魔するな。癒しの力よ。覚悟するんだ。这个天使还挺硬的。貫く。体が重い。無駄さ。肩をつけよ。ここで決める。切り捨てる。押し通る。元気になって。守ってあげてよ。まだやれます。出よ。これでどう。守ってやる。受けなさい。まだやれます。このまま行こう。ご用命でしょうか。ええ、承知しました。この翼があればどこへでも。負ける気がしませんね。さて、我こそは堅牢なる盾。承知しました。
どう出るべきか。連携します。次はどうされますか。白き翼の誇りにかけて。哎，他刚刚已经倒了哈，他倒的时候没有讲特殊对话。少しは強くなれたでしょ。まだ強くなれるようだな。足手まといにはなります。これくらいお手の物です。技に磨きがかかりました。このまま勝利をつかみましょう。哎，混魔法伤害的必中。二人きりに。またあなたを襲うかもしれませんよ。事情は知っているわ。もう襲う必要はないはずよ。どうして私を信用できるのです。これ覚えてる。まさかまだ持っていたんですか。理由も言わずに遠くに行くと告げた時、私を忘れないでねって言ってあなたがくれた押し花。スカーレットが泣いていたから泣き止ませようと渡したんです。そう。でも泣き止まなくてあなたを困らせたわね。あの時は二人とも子供でした。寂しい時にこの押し花を見たらあなたがいる気がして元気が出たわ。その後たくさん仲間はできたけど、この押し花はずっと手放さなかった。あなたは私の友達よ。スカーレット。ウメルス、私たちと一緒に来ない。ですが私はあなたをセノイラに売り渡そうとした。泣かないでウメルス、もういいの。一直想问他弟弟有没有救出来，还好这段要把他演出来。飞行单位同一排有几个就可以最高有到这个它是叠加的吗？还是说是人数不同然后它给的 buff 不一样？看起来好像是第二种解释。飞行命中
两个人那好像没什么意义啊，要就一个人，要就三个人，买着好了。ありがとうございます。何かを受けたまわりました。这不是暗精灵的锻造师吗？这个就是可以强迫把它升到这个一些低阶装，可是效果还不错的，可以把它升到跟顶装差不多的数值。对，这个还蛮强的。像我们的这个王剑，哎，我们王剑在哪里？王剑就可以把攻击力拉到25，这样就蛮强的。等我们升一个好了，他几个飞不死啊？一个应该他只消耗一个吧？啊，对，只消耗一个。我们的王剑这样伤害就很高了，而且一样又全能力值加5，非常猛。好。不能去的，那边好像也不通，还是不能去。好吧，的确啊，他也吐槽，明明可以飞过去的，可惜没有什么空降作战啊，伞兵啊，对，没有特殊兵种伞兵。君たちはゼノイラ軍ではないな。武装した集団を通すことはできぬ。何者か。コルニア解放軍アレインだ。我々はゼノイラの支配から世界を解放するために戦っている。我々と戦う必要はないはずだ。協力してほしい。なるほど、君たちの素性は分かった。だが思い違いがあるようだな。アルビオンはゼノイラの軍門に下った。今やここはゼノイラ領だ。そして誰も解放など望んでいない。なんだって。アレイン殿、戦いを望まぬというなら今回は見なかったことにしよう。だが次またここへ踏み入るならば容赦はしない。光れよ。アレイン様、石膏が戻りました。町の様子ですがかなり荒れているようです。どの家も金目のものはおろか、まともな食い物すら見当たらない。相当ギリギリの生活だぜ。徹底した徴収によりかろうじて命をつなぐ程度の物資しかなく、
飢えと寒さに倒れた者は死を待つのみ。民衆は解放を望んでいるようです。どういうことだ。先ほどの騎士と言い分がまるで違う。しかし嘘でごまかしているようにも見えなかったが、何か事情でもあるのでしょうか。いずれにせよ困窮する民を見捨ててはおけない。这个竟然不算是支线的，竟然是个只能算是个解放任务啊！出乎我意料啊！哎呦，偷袭！哦，终于笔记。附近晃一晃啊，反正这个时间可能够我们把这个解放打掉，就打快都跳掉快转的话应该是没问题。看来山羊奶应该是要打到主教区那一边才可能才拿得到。这边剧情好少，全部都是解放战的。果然序章的规格真的是比较高，还有瘟疫的剧情啊或什么的。应该是最后一个魔法阵吧。34的。哎，应该还要有一个天使类的那个牧师才对啊，不晓得什么时候才会加入。帮我还把这个解放任务打掉吧，然后这边应该就反正会拿到这个天使骑士了，然后看起来应该就可以往北去解这个主线了，法袍骑士吧。我感觉这一个整个区域就是后面的主线了。其实时间也过蛮久。我靠，他还打不赢那队哦，五个天使攻守，难怪。好妖。私が相手ですか？気を張れ。キリキさん、やめろ。続けていきましょう。はあ、行くぞ。
守りの力を頑張れよ。はあ、うらうらうら、一息つこうさせねえよ。はい、大丈夫ですか。チウス見切れるか。はあ、他刚刚一点血，他是不是有那种连死一次的效果？どこまで強くなるんだ？俺は。どこへ参りましょう？了解しました。好きにはさせない。さあ行こう。えい。行っておいで。じっとしてなさい。行くぞ。見せてやろう。集中するんだ。聖雷癒しの力よ。好きにはさせない。汚れを落とす。おとなしくしなさい。我が剣に案ずるな。ここは私。ここは俺が傷つけさせ。次やらせるか。まだやれます。元気になって。氷窮屈体。これでどう。いい調子だ。立ちはだかるなら投げ払うまで。さあ始めましょう。回復します。ほらよ。哦，他那补是直接补范围的。对啊，高速治疗，所有我方成员 HP 这么强。これからよ。これも。稼いだ。一網打尽よ。しかし、冷たい。続きます。え？くそ。やりましたよ。より高みを目指します。まだ伸びしろ。堅実に積み重ねた成果か。お力になります。はい、どう出るべきか。行くぞ。さあ来い。私だって負けられないもの。癒し手が必要ですか。わかりました。さあ、不要浪费时间、直接空军进去偷袭他。向かいます。来ているようだな。こちらも本気で行かせてもらうぞ。危ない。精霊よ。何？力がさせん。最後。温まってきたかしら。これ。これが相手。精霊よ。冷たいよ。覚悟して。続きます。次で決める。おお、ついたどりの手よ。セーフ。決めるよ。さあ撃ってこい。ここは私が。下がるのだ。ここは私が凍らせてあげる。こっちだ。Ready?
没想到我的扶牢竟然被打倒，太扯，他那个避重有点扯。嗯，哇，这个经验值就可以让给扶牢吧。立ちはだかるなら投げ払うまで。先手を打つわ。止めよ。私が倒れては。体が軽くなったみたい。甘く見ないでくださいね。我突然发现，我好像左下角有个道具在闪亮亮的，没有拿到，完了。見事だ、アレイン殿。なぜ誰も解放を望んでいないなどと偽ったんだ。偽りではない。かつてゼノイラが我が国を蹂躙した時、私は徹底的に抗戦し、最後の一人となろうと戦う覚悟だった。民たちも神聖なる土地を守るため、命を賭して耐え抜くと誓ってくれた。だが籠城が半年、一年と続くと、苦しみに耐えかねた民たちは私の息子をさらい、私に降伏を強要した。まさかそんな。そしてセノイラに言われるがまま、息子を殺して差し出した。服従の証として。なんてこと。私は処刑を覚悟していたが、ゼノイラはそのまま私に統治を任せた。私の怒りと絶望を利用したのだろう。恐ろしい奴らだ。私は民が選んだ通りにした。そう、彼らが選んだのは服従。思い出した。フォドキア様、私小さい頃にあなたにお会いしたことがあるわ。ご子息とも一緒に遊んだことがある。あの時のあなたはとてもまっすぐで温かくて、物もわからぬ子供の私たちに漁師のあるべき姿を熱心に語ってくださった。そうか、あなたは美しくなられた。息子のもとへ行く時が来たようだ。救他一命吧。フォドキア殿、死ぬのはまだ早い。スカレット。为了成就我的宝可梦，对不对？全部都不准死。羽翼盾兵，特制魔法，其实就是，白算白骑士吧，但是是飞行版本，而且有，我记得它可以反弹魔法效果，蛮强的。
等一下，先看这里卖什么。这也要缴交三次，不会最后又要三羊奶吧？哎，果然又要三羊奶 ，shit。ゆっくりご覧になってください。二宫三重溃击降攻击力，这个拿来控场好像还可以。哦，又一个苍金石，买一下。加起来这么贵。ありがとうございます。何かお聞き。好吧，我觉得这集就到这边了。这个时间刚刚好，反正这个解放战没有很长。然后我们遇到了最，好像目前看下来是个人经历最悲哀的一个领主，坚持守城，然后就居民受不了了，对，这个把他的儿子绑了。逼他投降，然后最后为了表忠诚还把他儿子杀了。其实正常逻辑应该是把他儿子留着做人质，他才完全不能反叛。不过这样他就没办法加入我们，因为除非我们有另外一个任务线可以先把他儿子救出来。但是这游戏很明显不可能做到跟《博德之门3》那样的一个 RPG 体系。比如说他儿子还关在另外一个地方，你先去把他救了什么。其实要做也可以吧，但我觉得就以香草社而言，可能就来不及开发吧。听说他这次一样就是 all in 了，他的销量我是没有想象中的好。记得前天、昨天还前天还昨天看到那个新闻，他销量才50万份而已，所以 Switch 跟这个 PS4。我不晓得，我觉得主机玩家现在有这么萎缩吗？前几年应该主机玩家是不少的啊，那个时候虽然说缺货，可是那时候主一台电脑太贵了，不如买主机，不然就是那个时候连主机的产能都受限，根本也卖不动。然后现在40系出来之后，大家都改组电脑，因为40系的卡真的蛮有 CP 值。虽然说它是靠软体 DLSS3 在撑的，把那个帧数拉上去，大概就这样吧。50万份，我觉得马马虎。我原本预期它应该是100到150万，这样子真的是，也不知道阿特拉斯，因为阿特拉斯看起来帮他包了蛮多那种行政啊或什么这种功夫，对，洽谈啊，外面的洽商什么的，对。感觉阿特拉斯应该也抽了不少，可是我觉得合理，因为他们等于独角兽，等于那个香草色，等于把很多那些人都省掉了，所以我也觉得也合理。所以我真的不知道那个香草色有赚多少，可能有赚啊，但你要说像真的很赚，我觉得应该是很难。50万份，他甚至还不如。全军破敌系列，它的销量，全军破敌大家也觉得也算是小众的。我只能说它可能还是要考虑要不要上个 PC， 上个 PC， 就算哪怕 Steam 再多抽一层，再多抽一手，对不对？它应该还是可以赚不少。啊，不晓得他们是不是，我没有去看那篇访谈，我记得他有讲为什么是不能上那个 PC， 对，可是就。
我不晓得是不是那种老的游戏开发者对这个 PC 盗版的那种刻板印象，始终觉得就是他不愿意上 PC 就那样子。啊，不知道该说什么。但是我觉得这些年我们这个世代还有年轻世代的正版观念已经比较强了，因为大家也都有经济自主能力的，都挺愿意买正版的。有时候甚至买玩盗版，只是先看下游戏到底好不好玩。不过现在也不是那么必要了，因为 Steam 评论几乎都很准确的，也不需要试了。所以基本上就都是买正版。反正就我还是期待它下一款啊。不过这一款是真的是蛮喜欢的，它的风格、题材什么都不错，就剧情太浅薄了。那没有办法，他可能就没有打算要做这么有深度的东西。我们可能做的跟《冰与火之歌》一样嘛？那个剧情那就太黑暗血腥了。大概就这样吧。我反正我感觉《吊皇国》这边剧情应该挺短，因为前面都完全都是小打小闹，完全都不是重要的剧情。重要剧情应该是从这边开始，顶多有个三关吧。三关搞不好一集半就可以录完。蓝海就戒指我一直都没去还，我应该要先把它去还，然后去看一下这个圣所圣地会不会给我们任务。不然下一集的开头就先把戒指给那个史嘉蕾吧，然后再去圣地对话看看，看有没有什么消息。然后就等于圣地的任务也可以解，应该是有任务了。大概就这样吧，我再回来解这个主线跑跑骑士。下一集可能就这样吧。然后中间我就自己先去把那些解放任务打一打，看这边很夸张啊，这边有一二三四五五个解放任务，全部都没剧情。个人觉得是真的是后面也还是有一点那种赶工的痕迹，就没有办法。好吧，就这样吧。好，那以上就是我们今天这个圣兽之王的游玩内容了。那我们就感谢大家的收看，我们下次见，拜拜。